パート2が第2部になりますので、これより第8試合、またペーパービューをご覧の皆様お楽しみください。ドロスオーバーコンキックアンダー52キロ3分3ラウンドを行います。青コーナーより広和選手の入場です。ちゃんといいやつですか。筋肉マン。私は強い。はい、青コーナーミラサクレック広北所属の広和選手でございます。筋肉マンの筋肉マンちょっとテンション上がりましたね。松本選手はジャンプ系が好きですね、はい、あ好きですね、はい、少年漫画好きですね。少年漫画好きな松本ジョニーさん、はい、ジョジョの奇妙な冒険、筋肉マン、はい、キャプテン翼とバキとかも好きです、はい、渋谷でございます。なおここで FA 賞が止まっております。赤吉松選手にスーパーホーム株式会社代表取締役頼森渡様、はい、ここでですね、会員職スタッフ石郎様、はい、以上の皆様より激励賞が届いております。はい、激励賞ありがとうございます。ここで約半分経過、残り半分なんですね。もう半分ですね、はい、ここで高木健太さん、はい、はい、またどうもお願いします。よろしくお願いします、はい、いや先ほどまでムエタイスーパー決戦などあったんですけども、今回の試合はですね、広和選手ですね、こちらの、はい、広和選手 VS 吉松博樹の試合でございます。自分からだよ。はい、ナイスだ、いいよ。あれですね、吉松選手のローラー、はい、この試合はですね、クロスオーバープロキックアンダー52キロファイト3分3ラウンドですね、はい、あ合わせる、合わせたのは広和、吉松選手のローがいいですね、はい、走ってますね、はい、いやローがローで削れそうですね、はい、そうですよね、はい、あいや今のはスリップという形ですね、はい、はい、さあボディにパンチを打ったのがいい、はい、ローに反応できてますよね、あ広勝選手はそうですね、はい、おっと合わせた、これはでも形としてはね、松本さん、はい、これ吉松選手のこうロー、はい、ここにパンチをカウンターで、狙おうとしているのが広和選手、そうですね、というような形に見ますね、はい、これちょっと足効いてきてるのかな、効いてますよね、なんとなく効いてきてるような気がする、結構蹴られすぎですね、これ高木さんやっぱり効いてますか、左シェンボも、はい、右のローが効いてますね、はい、うわどう今の音はペーパービューを買った方もちょっと目をってなったんじゃないですかね、はい、相手右振り回してくるから
さあここにこうちょっとあれですね、まあその右のローをフェイントに、はい、この攻撃をちょっと散らしたりして、はいはいはい、ペースを握っていきたいですよね、はい、これあれですね、ネクストレベル渋谷吉松弘樹はやっぱりローでローで崩していって、ただこのあれですか、少し広和が詰めてるっていうようなことなんでしょうかね、これ高木さん。そうです、パンチ当てたいみたいなんですけど、はい、ちょっとローをばらすぎてるんで、はい、これはそうですよね、はい、吉松選手もこのコーナーだとあれですかね、こうちょっとサークリングするような形、はい、はい、ですけど、そうですよね、からどう打開するかですね、はい、松本さん、はい、これは広和選手としてはやっぱりパンチをなんとか当てていくしかないですよね。そうですね、もう、はい、足なんて関係ないぐらいの勢いでやってると思うんですけどね、足やっぱり意識いっちゃうと上がガード落ちたりとかするので、はいはいはい、もしかしたらその落ちたところに今みたいな感じで入っちゃいますね、パンチも入りやすくなりますね。そうですね、これはちょっとあれですね、残り時間15秒となりますが、距離としてやっぱ吉松、そうですね、広川選手が飛び込むというような形が見えますが、おっと、さあ、はい、第1ラウンド終了でございます。広川 VS、吉松の試合でございますが、1ラウンド見て高木さんいかがですか。まあローで、吉松選手がどんどん攻めてるんで、はいはい、で2ラウンド目からどうなるのかなと思いますね。はい、はい、画面、こちらの広和選手なんですね、格闘技歴25年、お、はい、一方今画面リプレイ映像の画面左側の吉松選手キック3年と、お、はい、この辺がまたちょっとどう、戦いも面白いですよね。はい、やっぱあれですね、松本さん、はい、リプレイ映像あると1ラウンドで何が起こったかみたいなのが見えていいですよね。そうですね、はい、やっぱあると嬉しいですね。そうですよね、はい、そして2ラウンド目ですね、始まります。ラウンド2、はい、画面右側が、広和、画面左側がですね、吉松でございます。1ラウンドはですね、おっと、なるほど、先ほどの1ラウンド後半はこの吉松のローキックも少し読まれてきていたので、今インローと使い分けで、はい、ただ今度あれですね、広和の方が、はい、少しローキック、インロー、また蹴ってますね。でも音がすごいですね。そうですね、はい、キックボクシングこのルールは掴みが禁止なんで、はい、ローをキッチングしてもあんまりなんで、はい、結構難しいですよね。開けてきましたね、どんどん。さあ、ボディパンチ打ったのは広和。さあ、ロー打つ。さあ、コーナー通った。あれですね、音が激しいですね、吉松のローキック。おっとあれですね、広和のパンチも少しずつこう当たり始めてはいますよね。そうですね、はい、ただちょっと、はい、涼しい顔をやっぱしてるので、そうなんですよ、あんまり聞いてないかもしれないですね、はい、吉松はなんか涼しげな顔をしているので、そうですね、はい、なんですよね、うん、残り時間1分30秒ですね。残り時間1分30秒、2ラウンド。さあ、広和のロー、そして吉松のロー、これはキャッチをするなと、掴んじゃない、はい、どうしてもこのムエタイの、あれですね、癖が出てしまうとは思うんですよ、はい、その途端打ち込んでたのは吉松、ワン、ツー、スリーと。さあ飛び込みますね、広和が飛び込むようなパンチ。ちょっとやっぱり前足効いてるんですかね、あのような飛び込むような形で。でもあれです、おっと膝を合わせたのは吉松。
さあ本当涼しげな顔してるんですよ ね吉松選手は、はいはい、残り時間は30秒まもなく30秒ですね。2ラウンド30秒です、はい、さあ当たった、逆転、逆転どうだ、立てるか、ダビ効いてますね、すげえ、これはいや何があるか分かんないですね、本当に恐ろしい、すごい広和格闘技歴25年打ち合いになりますかね、腰たんたんと、おっとおっと、すごい、今タイムは止まってます、残り時間1秒で止めました、止めました、止めましたよ、すごい、これは高木さん、はい、1ラウンドはこの吉松のローキックでどうでしょう、面のカード、はい、ところが、はい、2ラウンド KO 逆転勝ち、そうですね、いや、はい、分かんないですね、そして松本ジョリンさん、はい、いかがでしたか今の試合、かっこよかったですね、いや本当に何があるか分からないっていう、はい、これ気持ちいいでしょうね、ですね、はい、これあれなんですよ、広和は吉松の足をキャッチされてレフリーに注意を受けてその後からの逆転だったりするんで非常に面白かったですね。さあリプレイ映像です、マイクをお願いしたいと思います、じゃあマスクをこれだ、座っていいですか、座っていいですか、ゆっくりね、ありがとうございました、はい、松本ジョリンさんが大喜び、今勝利していただきました広勝選手に岩井と正解を勝利します、一方高木健太さんはそんなに喜んでない僕こういうの嫌いなんだなるほど失礼しました。